河合貴則君国民民主党の河合貴則です本日は四人の参考人の皆様には貴重なご意見を頂戴しましてありがとうございましたえっと私からもいくつか確認をさせていただきたいことがありますまず朝川参考人 あの一昨日の参考人質疑であの、私自身が参考人としてお招きしました、明治学院大学の阿部先生でありますが、阿、え、部、っと、先生に私自身が難民審査参与員は専門家と言えるのかということについて、まあ、いわゆるせな失礼、難民審査参与員は難民認定の専門家ですかという質問をさせていただきました。それはあの安倍先生ご自身が、えー、っとの問題意識と として、それぞれの分野の参業員の皆さんは専門家であることは間違いない。 しかし、その法律の専門家であろうと、地域研究の専門家であろうと、人道支援活動に従事してきた方であろうと、難民認定の実務については、誰一人専門,家専門家ではありませんという、そういうお話をいただいています。私は、あの参与員の先生方が真摯にあの職務に携わっていただいていることに何ら疑いを持っているものではないんですが、他方、実際、その参与員の皆さん 様がチェックをされた上で実際に危険が待ち受ける母国にいつ送還されるかわからない恐怖に怯えながら日々暮らしていらっしゃる難民申請者がやはり存在していらっしゃるわけですよね。 であのそこであの浅川参考人にお伺いしたいんですが、このこうした、えー、いつ母国に送還されるか分からない、こう身の危険を感じていらっしゃるう難民申請者が、えー、適正なその難民申請手続き、審査を行っているにもかかわらず、存在している理由、これを浅川参考人はどう、えー、お考え、捉えていらっしゃるでしょうか浅川参考人。と、まあ、というか、まあ、私の問題意識としてはあの 難民該当性の適正な審査を行っておりまして、えーまあ、それは審査請求の段階で、まあ、あの私も含めてそうですがほとんどが難民該当性がないという結論を出すわけでございますそうした場合に難民該当性がないというのはどういうことかというと、えー、本国に送還されても迫害を受ける恐れがないということですのであの我々の認識としてはその該当性がないという判断をされた方に対しては送還しても、えー、迫害を受ける恐れはないということになりあのというふうに理解しているところでございます。 あのだからですので何ともしましうか少なくとも我々はし審査を適正にやっているという前提になってますので、えーまあ、先ほど申し上げたとおりなんですがただまああの当然100%そうなのかって言われると。あの 絶対っってやっぱ世の中にはないと思いますのでそうするとその、まあ、今回の法案もそうなんですけどじゃあ2回終わりましたらそれダだめなのかっていうとその、えー、相当の理由がある資料を出せば相関停止という、まあ、救済措置もありますし当然に司法審査にも進めるわけでございますので、えー、そのなんていうか。 わ々の前提としては該当性がないという判断をされた方に関してはあの迫害を受けるおれがないという前提でまああの考えているところでございますえとあとそのせあの先生おっしゃられましたあの難民認定の専門家なのかという点であえてあの申し上げさせていただきたいんですけれども逆にあの私が分からないんだけどじゃあ難民認定の専門家ってどういう資格とか要件を満たせば難民認定の専門家になるのかなっていうのが分からなくてですね というところがあの、まあ、私もちょっとあのネットの方であの一作あの火曜日の参考についてあの拝見させていただいたんですけれどもあの、まあまあ、仮にその、えー、実務経験がないということであれば。 まあ私は10年させてやってますが私はだめなのかとかですね何年やればいいのだろうかとか,とかですねあの、まああのまあ、そこはともかくとしてもまあ難民認定の専門家がいないという、まあ、仮にご出張あればじゃあ難民認定の専門家ってな何なのかっていうのを逆に出していた,いただかないとそのなんていうか34人が難民認定専門家じゃないって言ってもじゃあ何を満たせば難民認定専門家になるんですかっていうところが分からないけどででは私が難民認定専門家になりたいですと,と頑張ろうと思ってもです、ね、難民認定専門家どうしたらなれるのかって分からないとですね <laughs> もございませんのでそこは何ていうかそういうご意見がま仮に終わりでしたら逆にあの明示的にあの出していただきたいなというところとあの先ほどもあのご答弁させていただいたんですけどもまあ,あくまで3人がチームを組んでですね相互に補いながらやってるというところでございますのであ,のあくまでも1人で独断してやってるんじゃなくて独立した34人がまた3人で組んでまあ相互に補完しながら1つの結論を出していくというそういうプロセスであることはあのご理解 いただければと思っております。 河井貴則君あの、まあ、参考人質疑ですから、別にあのあの議論をするつもりはないんですけれども、あの専門家ですかということについての,その指摘というのは、つまりは朝香参考人や、えー、先日お越しいただいた安倍先生のように、10年以上にわたってこの問題と向き合って難民認定手続きを行ってこられた、いわゆるその審査、あのプロといわれる、いわゆる専門的にこの業務に携わってこられた方々、 はもちろんそうなんでしょうけれどもその3人1チームのメンバーそれから専門性というところによっては場合によってはスキルの参与員の先生方でも慣れてる慣れてないということは当然あると思うんですよね。とそうなった時に難民認定審査の個々の,そのクオリティというものに当然差異が生じることも考えられる、まあ、そういったことも踏まえてそのいわゆる研修というか さまざまな、えー、教育研修というものについての必要性も今回の法律改正の中で修正案の中に組み込まれたということで理解だと思うんですだからこれでいいんだと思った瞬間にもうそこで成長も、えー、学ぶ姿勢もなくなってしまうと私自身は思っている人間でありますのであの先生方がいい加減にやっていらっしゃるとか専門家じゃないということを言いたくてこんなことをあの指摘させていただいているわけではない常に えと学ぶ姿勢というか、えー、と今、自分がやっていることが正確なのかどうかなのかということを自問自答しながらやっぱりやらなければいけない、人の命のかかったあの業務でありますので、そういうあのあの問題意識として指摘をさせていただいたということだけ申し上げておきたいと思います。ご不快にななられる必要は全くない話でででありますのでで、えー、とそのそ上で、あのー 確認をさせていただきたいんですが、渡辺参考人、それから浅川参考人、両参考人の,その参与員としての仕事をされる中で、実際にこの審査にあたっての出身国情報、それから、いわゆる面接で捉えられた長書といった、そ,のそういった一連の資料について、特に出身国情報というものが、どういった形で各あの案件ごとに提供されているのかということですね。 これをちょっとお,きあのお教えいただきたいと思います、一応十分なだけの出身国情報があのアップデートされた形で、毎回きちっと出てるのかどうか、まず渡辺参考にありがとうございます。あの出身国情報に関しては、ですね今、審査請求の中で、原書文庁の招、えー、集というのができまして、原書文庁の人が来るんですね、でそこで質問をしたりすることができます。でその中で当然私たちは 不認定理由のさまざまなところについて、これはどういう出身国情報に基づいて判断をしたんだということを聞きます。ところが、あのそ,のそのことに対して、総合的な判断をした,したんですというような回答をしますけれども、出身国情報のこれこれこういうところからということについて、開示がされることはない,ないわけなんです。なので、我々は入管庁の判断、入管の判断の中の出身国情報がどのようなものを使って、どのようなものが使われて、 いたのかということについて判断ができません。あ、見見ることができません。逆に、こういう出身、出身国情報がありますよと。この出身国情報に照らせば、この人の。この部分の難民性を判断すべきだったのではないですかという質問をしても、それも総合的な判断だと言われます。つまり、こちらが提供できる。その出身国情報も。入管で、それが見られているかどうか、すらもわからない状況です。私が、あの、非常に問題だと思うのは。 出身国情報が重要だ重要だということが共通の認識でありながらその出身国情報を共有化する努力はされていないというのが率直なところです法務省のウェブにアメリカ国務省レポート内務省イギリス内務省ゴー,ーの外務省というのが出てきていますしかしこれは政府の情報ですよね民間の情報は全くありませんでかつ それが包括的に捉えられているものでもないので、その個別の案件にど,んなどのような出身国情報が共有されるのかということのシステム化は全くない状態だと私は思っています。浅川参考人 あの実務的な話を申し上げますと、まあ、1件が1ファイルになっておりましてその末尾ぐらいに、まあ、日本語のですねあの翻訳されたあの、まあ、先ほどおっしゃられた英国内務省のもあれば他のもあったりするんですがそういうあの出身国、まあ、日本語になったものがあの挟まれておりまして我々われ参与員としては出身国情報の提供を受けているところでございます、まあ、ただ,、まあ実ただまあ、あのもうちょっと申し上げますとそのあの出身国情報をあ 詳細に検討しなければこの案件について迫害の恐れがあるかないかという判断ができない。 実はあまりなかったですけど私は担当者はあまりなかったんですねそれはどういうことかというとその本人のまあ供述なりインタビューを聞いて、えーまあ、これは迫害の恐それがない、まあ、例えば先ほど申し上げたスリランカの政党間対立というのがあって、まあ、自分は A 政党に属して A 政党の選挙運動を手伝ったから B 政党対立制度は B 政党のものが迫害されるというのがあるんですけれども、まあ、見たらあの本人の,まああのインタビューしたりだとか供述調書を見るといや脅迫だけでしたとか。えー それとかその本来であればだったらその自分の地域からすぐに別の国内に行けばいいのにず日本に来るまでずっといました5年もいましたということであればこれも外形的に見て迫害の恐れはないだろうというそういう判断をすることが、まあ、そっちの方多かったんですけれどもそうした場合にそ,のそうすると全体的な出身国情報に当てはめなくてもその、えー、申請者の個別事情だけでまああの判断できるという案件のが実は多かったとっいう事実なんですが、まあ、先ほど申し上げたようにやはりどうしても日本語の壁がありますのであの英語 英語では本当にあの政府系もそうです、例えばアムネスティ・インターナショナルとかで、ヒューマン・ライツ・ウォッチとか、まあ、そういうところも出してますので、あのまあ、そういったその英語の出身国情報を、まあ、あ豊富にあります、ね、そので、日本語に翻訳していくだけでも、私はだいぶ精度上がるんじゃないかなというふうに考えてます。 河合孝則君。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、今、えー、少し、あの、踏み込んで言及されましたので、あのあら、あの、重ねて確認、浅川参考人させていただきたいんですが。えっ、ー、と、その,院の、参与員の、皆様に提供される長所ですよね。この長所が、えー、正確であるかどうかの確認というのは、どうやってやるんですか。まあ、浅川、さあ、ごめんなさい、失礼しましえ、もちろん、われわれが引退した側ではないんですけれども、あのー。 えー、その必ず末尾の方にですね長、まあ、書ができましたそれを通訳人に返して読み聞かせ誤りがないので署名したっていうのがあるんですねですので長書を作った上で,でその上で通訳人を返してその読んでもらって誤りありませんっていう本人のご署名がありますで長書訂正っていうのがありましていやここはちょっと変えてくださいっていうのであの。 プラスでで記載がある場合あるんですねあのそれは本人に読み聞かせたときにいや、ここのちょ,ちょっとここの部分違うからあの書き加えてくださいとかっていう、まあ、たまにそういうのもあるんですけれども、まあ、それをやっていれば、基本的にそのあのその長所自体の信憑性はあるんじゃないかなと考えてやってきたところでございます。はい、河貴君 あのということは、まあ、つまりは、参、え、与、ー、員の先生方は、まあ、第三者として、えー、いわゆる難民認定の可否について、該当性についてご判断されてるけど、その判断にあたっての資料というのは、すべて入管庁の中だけで、えー、手続きが取られたものに基づいてご判断をされているという、こういう理解ででよろしいですね浅川参考人。 まあ署名審査の場合ですと調書に関しては確かにその入管庁の方一時審のほまで、あ、調査官がインタビューしたその作られた調書、まあ、先ほど申し上げたようにたが本人確認はされてるんですけれどもただそ,のそもそもの一番重要な書類何か難民認定申請書なんです。 あの本人がが記入した難民認定申請書がありますで審査請求について本人が書かれた審査請求に関する申述書というのがありまして、そこにそのもし審査請求の段階で何か新たな事情がありましたかとか、新たに追加したい書がありましたかと書いたのもあります、ですので、すべてが入管庁作成のものじゃなくて、本人がかあの記入された難民認定申請書と、本人が記入された難民認定申述書もあの間違いなくあるのが事実でございます。河君 五官、はい、参考人に、まあ、時間がなくなってまいりましたので、まあ、1点だけになろうかと思いますが、確認させていただきたいんですけど、まあ、あのえ実際に実務に長年携わってこられた当事者としては、いろいろとこう、えー、疑いの目を向けられてるといるということに対して、あの決して快くはないと思うんです。こ、まあ、こうした問題が起こっている背景には 最初のこの面接から1時、2時、3時といわゆる三審制と呼ばれる難民認定の手続きの中でいわゆるその面,面接の時の例えば立ち会いですとか同伴者を認めるだとかまたはその時のやり取りの正当性というか正確さというものを担保するために海外では録画録音なんかやってるわけですよね。 でこれを、えーとまあ、この間、えー、質疑の中でも私、何度も指摘をさせていただいているんですけど立立会い人、それから録音、録画ということについては、やはり極めて現状では消極的な。 答弁が法務省政府ととしてては続いいいいるというこういうこ状況なんですで難民認定手続きに対する不服申し立てが起こったときになぜこの人は難民不認定だったのかということを説明するためにもきちんとしたあの証拠としてそういったものを取るべきなんじゃないのかとその方がお互いにとって納得性が高くなるんじゃないのかとごくシンプルに私は考えているんですけれど五感参考には実際実務の現場のトップの立場と して今の私の指摘に対してどうお感じえになっているのかということをお聞かせください。午間参考人。はい、あのありがとうございます。あの確かに一つの考え方としてですね、そういったあの証拠を残すということはあの有効な手段だと私も認識はしています。ただあの、えー、今の現状でそ,それをまで必要かなというのがまあはっきり言ばですね、えー、まあ実も。 を経験してきた人間としてはです、ねそのまあ一時、一時の関係とかです、ね、あの一時のときには多分あのなかなか難しいと思うんですけど、二時の部分というのは、例えば保証人が理解するとかですね、あのできますので、えー、そ,そこまで、録画まで必要かなというのは、若干疑問があるところだと思います。川井貴君時間ががりりりまままししたたので終わりますありがとうございました